どうも、どもどもです。この間の続きになりますが、ですね、出かけに、ウォーミングアップの話ですが、もう出かける直前に始めたもんですから、ほとんど何も意味をなさないことを、動画を上げてしまいました。ただ猫を登場させただけという動画になってすいませんでした。ですね、まずはこのままでもいいんです。別にいいんですが、自分の場合はこういう水ですね。水に、これ水です。まあこれリードが浸かるぐらいのですね、ちょうどいい大きさを、大きくてもあれですし、小さくてもあれなんですけど、ちょうどいいのがね、これ100円ショップで買ったこの瓶なんですけどね、こういう蓋がついてて、ね、まあこれ蓋は特に、まあ持って歩く時に蓋するぐらいの話ですけど、でこれをまあしばらく、そうですね、これは適当なんですが、まあ1、2分つけてもよし、まああんまりつけすぎるとどうかなっていう感じはしますけど、まあこれもいろいろ試してみるといいかもしれませんね。まあちょっとつければいいかなと思で、まあ軽く水分を拭います。そしてリードをマウスピースにセットします。はい、これでセット完了で、ここからなんですが、まあここからパラパラパラっと吹きたくなる気持ちを抑えてですね、まずは B フラット最低音をの、運指で持って、ここも本当はビャーッと吹きたいところですが、それをやめまして、息だけを吹き込む。で、音は乗せないということですね。この音を乗せないという感覚を、やってほしいんですけど、ちょっとやってみます。こういった感じでですね、まあ自分は使ってるの今はこれバンドルの4番かな、ベルグラーセンの 81M っていうものに、バンドルの、青い箱のですね、4番をつけてます。こういうやつですね。これももしかして今と違うのかな、これを使ってます。なので結構抵抗感があるので、そういう意味で風の音が出しやすい、確認しやすいってことですね。まあこの時点で音は乗ってるんですけど、ほんのちょっと乗ってるんですけど、でこれをしばらく、すぐ音にしないでですね、だんだんリードをなじませながら、しばらくこれをやる。まあロングトーンとまでは言えませんが、自分の息が、続く範囲でリードを、まあ、なじませる意味も含めてですね。で、この時に注意するのは、実際に演奏している時の感じを一旦忘れてもらってですね、普段よりも顎をですね、これ下唇をリラックスするっていう言い方もできるんですが、それよりも手っ取り早い言い方をすると、普段より顎を1ミリ下げる感じですね。つまり、もう、おーって感じです。この、口の発音で言えば、おー。
こうすると息がふんだんに入ります。で、良くないのはこれを噛んでしまうことですね。これは良くない。リラックスして顎を1ミリ下げる。はい、まあこれは自分のウォーミングアップ方法です。最初に楽器を組み立てた後にやることです。まあ、つまりこの風の音ですね、音そのものを出さないで風の音を出して、あの息をふんだんに使う、あの習慣をつけるというようなことにつながります。まあ、エアコンの送風みたいなもんですね。エアコンも音を出しませんけど、でもエアコンもよく聞くとですね、あの風と一緒に音が聞こえます。うちのこれはね、ダイキンだけど、だいたいね、B フラット出てますね。B フラットのちょっと高め。はい。ということで、また続きは、いつか、やってみたいと思います。昨日は夏日でですね、今日はだいぶ冷えてますが、風邪ひかないように、お気をつけください。それではまた、どうもどうも。